道端で呼び止められて、うちの体は丈夫で100万人に1人の武術の逸材だって言われたんだよ。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとかないとね。今日はどんな出会いがあるかな。
ちゃった。今日はもう休ませて。どんな出会いがあるかな。Thank you.
験を聞かせて。面白いじゃん。今日は最初の試験だね。試験のテーマは基礎技術だよ。うち知ってるよ。足腰を鍛えてこそしっかりと戦えるってやつだよね。それは憲法のことでしょ。でも間違ってはない。基礎的な身体能力、正しい力の使い方が身についてないと、複雑な技なんてなおさら身につけられないよ。水木さん、毎日の素振りは基礎の元なんだ。速さ、勢い、鋭さ、それと滑らかさでしょ。分かってるって。ほら、美月なのかもあなたの長話にうんざりしてる。え、うちはそんな風になんか思ってないよ。僕は美月さんが初めて剣術を学ぶから口伝を強調して理解を深めてあげようとしただけだよ。運理みたいな天才であっても基礎をおろそかにするとせいぜい見かけ倒しの技にしかならないからね。教えるならさっさと教えれば、わざわざ私を引き合いに出す必要ないでしょ。まさかこれについて寛永将軍から教わらなかったの？あなただって戦闘中にスズメみたいに飛び跳ねるのは良くないってこと、将軍に教わらなかったようね。この数日美月さんも基礎技術をかなり学んだだろうから、そろそろ試験をしても大丈夫だと思う。美月なのか、双剣を構えてしっかり立ち向かって。スケジュールによると今日試験があるんでしょ。準備はバッチリできてるよ。また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。左に青龍、右に白虎、ミルクティーはやっぱり最高。くらえ！うちは甘く見ないで。よっ。左に青龍、右に白虎、ミルクティーはやっぱり最高。くらえ！おお、さすが師匠、うちのとっておきをくらえ。合格したんだよね。そうなんだよね。いい身のこなしだった。合格だよ。やったー。ねえねえ、早く褒めてよ。
これも二人の師匠と助教さんのおかげだよ。じゃあ今カンパニーのあいつと戦ったら勝ち目はどれくらいあるかな。美月さんはもともと武術の才能があるし、実戦経験も豊富。それに僕とウンリが剣術を指導しているから、もし今カンパニーの警備用メカに戦いを挑んだら、おそらく勝ち目はない。うん、ウンリの言う通りだね。え、全く勝ち目がないの？師匠たちはうちの自信をなくそうとしてる？先に言っとくけど、うちは褒められて伸びるタイプなんだからね。そこまで自信があるわけじゃないけど、力づけてくれてありがとう。半分趣味程度で美月なのかに技を教えてきたけど、弟子に技術を教えるということに対して達成感が出始めている。え、ウンリは今頃そうなの？美月さん心配しないで、僕は最初から真面目に教えてるからね。いちいち突っかかってこないで。美月なのかに教えた技はどれも主命剣術の中で磨き上げられた技なんだから。美月さん、この15日の修行期間というのはあまりにも短い。だから試験の結果に関係なく、基礎技術の稽古は続けてほしい。そうすれば少しは勝ち目も出てくるはずだから。将軍はいつも剣術試験の後、剣の手入れのために僕を構造師へ連れていくんだ。そこで美月さん、今日は将軍のやり方に習って一緒に行こう。これも君を認めてるってことの表れだからね。ありがとう元気を師匠。何か分かったか？はい、調査の結果、あの少女も聖宮列車の七し人で、侮れない実力者だということが分かりました。スコートさん、この賭けは少しリスクがあるのでは？リスクを恐れてどうする。お前は戦略投資部の大物たちを見たことはないのか？彼らはリスクのない取引はしてないだろう。私の前で弱そうなふりをして驚かせようとする魂胆だったか。おい、この付近で最高のメカを調達してこい。わかりました、最高のメカを検索しています。15日短期集中コースを受けた弟子とやらがどれほどの実力を身につけてくるのか見ものだな。